はい、じゃあ今日は4日目になります。まあ、今日も積分の計算問題がこれとですね、ちょっと場面変えて、まあ、この結果を使ってですね、こちらじゃんと、はい、まあ、本番は接線を求めてもらおうかなと思ったんですが、まあ、それは与えておきます。y イコールログ x のグラフとですね、 y イコール e 分の 1x、 まあ、こいつは、ここの交点が x イコール e で y 座標が1の点において接します。これをですね、 x 軸の周りに回転させた時の体積を出すっていう問題を付属します。まあ、合わせてね、まあ、5分ぐらいで解くイメージで解いてみてください。はい、レッツトライ。そしたら行くかね、ログ事情の積分始めるぞ。いいか、ログ X の積分、まあ、基本的にログの積分って言われれば部分積分、昨日までも何回もやってきた、そろそろ覚えてくれたか。はい、ログ X ね、 X ダッシュをフォローして計算する。ただな、このログ X すっぴんのやつは、まあ計算結果はね、覚えておいてくれ。 X ログ X 引く X で、まあ積分計算し、まあここのフレーズですね、絶対覚えておくよ。まあいちいちこれまでやっとったら、まあさすがにキリがないんでね、まあ今日のやつでも二度手間になってしまいます。はい、じゃあ肝心の今日の回答のところを示します。はい、何やってんねんなと、まあ、いう感じですが、おい、こちらログ X の事情ね、事情がおると、でまあ X ダッシュを補って部分積分をかます。まあそしたらまあこちらそのまま残って、まあ、こっちダッシュがこの X からこっちに移ると、まあ、部分積分のフォーマットですね。でまあ X6 これ順番変えただけで、まあ、この2が落ちて、これが2乗から1乗に落ちる、これ1で、こいつダッシュです、ちょっとごめんなさい、分かりづらい。はい、でまあログ X ダッシュは X 分の1で、 X 分の1と X を打ち消し合って結局ここなくなるんで、ログ X だけがスピンで残る。でまあこれは何やねんだって言ったら、 X ログ X 引く X と、まあ、こちらの計算結果をですね、はめることができるんですね。でまあこれ、はい、インテグラルが消えた、もう一応もう計算はほとんどおしまいやで、まあこれをねちゃんと整理整頓してあげればこんな形になると、まあ、いうところになりますね。はい、大丈夫でしょうか。じゃあ次、はい、はい、こっち回転体の体積いきましょう。はい、もうねちょっと時間の多分解説間に合わんやろっていうことで、接線を求めるところは省きまして、まあ一応ね現代としては僕はログ X で原点を通る接線と、まあ、これって囲まれる面、部分を回転させろっていう問題で出したかったんですが、まあちょっとそこまでやると接線の解説もしなきゃいけなくなりますね。ちょっと道理が今久しぶりに外から出し、中から出してきたんでですね、もうすごいシュワシュワで申し訳ないですけれども、まあこれからはね積極的に戦いますんで、しっかり伸ばしておきます。はい、でまあね、直線エリアはまあインテグラルなるべく使わんようにと、まあいうことですね。まあですからこのブルーのところはね、回したら円錐ができるんですよ。でそっからここの部分くり抜いたろかっていう判断でいいですね。まあここ回した部分をくり抜く、で積分使うのはここだけですわ。はい、 X でカットね、この Y を回転半径とする、ね、円盤を考える、ね、まあ、こいつについていくと、まあ、いつも通り、まあ、回転半径が Y の、ね、円盤を考えて、まあ、それを E から1まで X を変化させて、ずるるるって、ね、積み上げていく、そしたら体積が生まれる、まあ、そういう形になっている、ね、でまあ、Y はログ X ですから放り込んであげる、そこでさっきの結果がドーンっていっちゃうんですね。はい、でまあ計算した結果、俺知ってるぜってなもんで入れてあげると、まあ、いうことになりますね。まあこういう計算とかは、まあ、これからやるときも流れよりも別途ちょっと分けて計算だけガリガリやって、結果が出たそこでまたこれを使うと。だからこれも使いながらね、インテグラルやりながら書いとったらキリないから、計算は計算別途やってはめる方がいいですね。でまあ E は E を入れたらこう E になって、ログ E は1で、まあここ1引く2足す2で E 入れたら これで1だけ残るんですね。はい、でまあ1入れたら0、0、2引く2っていうのはそれです。でまあ計算した結果がドン。
はい、以上です。普段カツラをつけましたけれども、実はスーパーサイジングもあるんで、今後期待。